はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日もこれです。ほな弁当と唐揚げです。光の関係でこれ見づらいですかね。はい、いただきます。見づらいですかね、いただきます。いやもうだいぶ暖かくなりまして、あーおいしい、やっぱりもう夏ですね。もうはっきり言って夏です。夏はもう夏はほうな弁当、夏こそほうな弁当です。ごめんなさい。今日も肉が分厚くて、見てくださいよ。もういつもいつもだけどさ、見てこれ本当にでっかい肉ですよ。熱い。ああ、本当最高っす。本当元気。汚さないように、それだけは気をつけなきゃいけない。それだけは。あ、そういえば教えてもらったんだった。この梅干しは最初に食べた方がいいらしいです。もう食べ、ああもう食べ始めてますけどね。あれ、唐揚げ1個もう僕食べました今。しまったな。今日はポテトサラダの日です。素晴らしい森だよね。本当。こう、もう何年も何年もこうやってほうな弁当は世の中に出ていろんな人を幸せにしてくれてるんだと思うんですけど、この先、10年20年50年100年っつってね、ずっと残ってほしい味だな。聞くことほら、しかし暑いわ。幸せです。そしてこのホーナーのエキスの、最高だね。今日これから遠くまで行くんですよ。遠くまで
長い運転になります。眠くならなきゃいいけどね。だから本当は食べないでいこうかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと我慢できないな今日は。とキャベツいうことで、先に買って出発しました。まだ足りてないよね、ほら足見えます？ただ食べただけでもね汗かくし、また暑いから汗かくし、このホーナー弁当は元気が出る食べ物っていうのは汗出ますよ本当に。うん、美味しいんだけど、あとあれ匂いがするからね。まあ、お客さんで入る前は食べて、スーハーするの食べて、でシュ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 吹きつけていきますから。うん、いやー今日も美味しかった。あれティッシュどこ行った？あったあった、後ろだ。ティッシュは後ろだ。綺麗になりましたね。うん、はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。